どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。今回なんですけど、新シーズンオールフォーワン使っていきたいと思います。オールフォーワンなんですけど、弱体化されて、まあ、結構変わりましたよね。アルファ4発で敵がダウンするようになって、でしかもね、こうベータからのアルファも敵がダウンするようになって、ダウン値がついたんですよね。これね、かなり前までだったらベータアルファでダウンしなかったから、なんかね、味方がフォーカス合わせやすかったんですよ。ただ今シーズンからはガンマで吸った後ベータ使って、ちょっと待った方がいいみたいな、自分が撃つのは待った方がいいみたいなのがあるんでね、そこだけ気をつけながら戦わなければいけないって感じですね。さあ、初動石柄を設置しています。アルファ撃って、これダメージ食らってしまう、しょうがないですね。トレード的には勝ってるから、このまま撃ち合っていきたいですが、 OK、 もうあと1発か2発で倒せるんじゃないかな。オールフォーワンね、ふわふわキャラだからジャンプしてるだけで敵の攻撃を受け入れます。おっと、これはやばい、これはまずい。ダメージが一旦これ離れて全体回復飲んじゃいましょう。はい、これバレてませんね。完璧です。タイミング的にもいいんじゃね、セメント瀕死になってるし。デクも削れた。ここで全体回復入ってしまう。さあ、枠を倒し切ったから、これは吸っちゃいましょう。さあ、個性いただきますよ、と。さあ、枠の個性いただいて、セメントにカードを渡しておきましょう。で、僕、まあ、やっぱ基本的にはアルファ上げかなって感じです。で、前までだったら、ガンマ上げてたんですけど、ワンチャンベータ上げもありかなっていうわけで、今回ね、ベータ上げ検証していこうかなと思います。まあ、ちなみにこの動画はね、プロパイランクでやっているので、まあ、プロパイぐらいだったらアルファベータで通用するかなっていう感じです。ちょっと参考にしてもらえばな。エキスパート以上だとね、またどうなるかちょっとわかんないんですけどね。まあ、一旦検証の意味を込めて、プロパイランクでやっていきましょう。まあ、しっかりデッキを倒し切って、補正カード集めていきます。さあ、これ攻め骨に補正カード上げちゃいましょう。じゃあ、一旦戦闘シーンまでカットしていきます。さあ、個性レベルは相変わらず7ですね。まあ、ただね、オールフォーワンはレベル4からめちゃくちゃもう当てやすいんでね。ガンガン撃って、敵を狙っていきましょう。あ、ちょうどいますね。アルファ撃って。これは、1発 ?2 発当たって。OK。まあ、69ダメージなんですが、まあ、言うてね、射撃キャラとしては優秀ではありますね。まあ、っていうのも、普通に範囲が広い、アルファ。避けきれねえ、これ。マジで。ローリングで避けた先でも当たりやすいよね、すごい。でね、やっぱね、ベータが強いんだよ。ベータが GP 強いんだよ。ベータ9になってからがちょっと見物です。さあ、真下にしがらき落ちていく。あのしがらき倒しきっちゃいだと、ちょっとシールド割れてるっぽいんで、アルファを3歩取って、もう2時。で、しっかり味方のデクが合わせて、倒しきってくれる。ダメージめっちゃ食らってるな、怖いな、これ。ガンマで吸って、これコンプレスは回収しようとしたけど、しっかりと弾いていく。ダウン値ついてるから、こういうとこ強いね。で、このベータは、ちょっとね、高速見すぎましたね。発動前だったらワンチャンあったかもしれない。発動されてしまった。で、僕的にはベータの置き攻めおすすめですね。ベータの置き攻めマジで強力で、範囲がバカみたいに広いんで、敵が起き上がった後、例えばつゆちゃんとかね、アルファで逃げようとすると思うんですけど、それでね、逃げ切れないんですよね、ベータ食らうと。だから、オールフォーワン意外とこう、新戦法として、置き攻め戦法が割とありなのかもしれない。さあ、アルファ打って、デクしっかりシールドクラッシュしていく。これデク倒しきっちゃいたいね。で、デクが出てくるであろう場所に先回りして、打っていきたいが、これはコンプレスが壊滅してくる。ただコンプレスもシールドクラッシュしていますね。頑張れ。コンプレスを一旦行動不能にして、味方のベータと合わせてコンプレスしっかり核入れていきましょう。さあ、これ個性いただいていきますよ、と。OK。回収。で、やっとこれでアルファがマックスになって、ベータも4になったんでね、だいぶ強くなりました。もう個性レベルがね、もう8と9、3と4でも圧倒的に違うんでね、範囲とかが。もう特にね、ベータなんかは、もうほんとレベル9になった瞬間、とんでもない範囲になるんで、しかも即時発動だしね。それが強い。さあ、奥側でやり合っていますね。これはアルファを適当に打っていきましょう。誰に当たるかわかんない。もう、ギャンブルアルファですね。ギャンブルアルファ打って、しっかりダメージだけ与えていって、さあ、これは建物上から敵に介入していければなと思い、建物上を取っていますよと。当たるかな、これ。こういう盤面ちょっとなんか誰狙うか迷いますよね。ただ足柄木が結構削れてそうなので、足柄木を今狙っていますが、ここでクールタイムが入ってしまう。まあしょうがないですね。で、セメントスが敵と戦っていて、俺は足柄木禁止。
でもこれはガンマで上に逃げられましたね。カスタストロフィーだったんで逃げられてた。まあしょうがないですね。さあヤオモに対してアルファをニアさせて、これはベータチャンスではあるね。ベータしっかりやって、オッケー、150ダメージ。さあこれチャージアルファを置いといて、ヤオモしっかり逃がさない。オッケー、さあアルファ3発入れて、核入れちゃいたいけどな、別パーティーが今介入してきてるんであんまり無理はできないですね。アルファのクールタイム溜まったから今から動き出しましょう。チャージアルファ打ってしっかりヤオモに当てていく。もう瀕死なんだよね、ヤオモ。さあこれ味方がしっかりヤオモ核入れてくれた。まあ、チャージアルファいろんなところに適当に打っていきましょう。意外とね、いろんなところに適当に打つとね、当たったりするんでね、おすすめです。いや、まあ、これはアンドレディにしっかりチャージアルファして、エンデバーが介入してきていますね。エンデバーはだるい。エンディバのベータマジでだるいんで気をつけなきゃいけない。で、室外入れた瞬間にツユちゃんだのなんだのいろんなキャラがいて、行った頃はガンマで弾いちゃいましょう。サマントリーシールドクラッシュ。まあ室内でもね、アルファは非常に強力なんですよ、これ、まあ、特にチャージアルファが強力ですよ、ね、もう使われるだけでだるいからな。さあこれは今2枚ダウンしてるのかな。カタスト、これはヤオモと同じパーティーのカタストですね。さあしっかりベータで核入れていって、構成から回収、ベータがレベル7になりましたね。さあベータからのアルファでインタダウンさせていく。200ダメージぐらいは一応出るからね、弱くはない、ベータアルファ。ただやっぱ前のベータアルファに比べたらダメージ量は圧倒的に下がりましたよね。でガンマで一旦弾いて、ダビのアルファがだるいんですが、これは一旦全体回復入れていきましょう。まあ近距離戦なんでね、味方もワンチャン削られるのと、あと僕の体力がちょうどね、肉も削れたんで全体回復入れちゃいます。アルファ打って削っていく。3押しガンマで自分のエリア確保して、室内はダビはどっか行っちゃいましたね、行けましたね。まあ、このね、中の戦闘マジで沼りやすいからな。今なんかチャージアルファ出なかったじゃないですか。オールフォーワンのチャージアルファって、あの、後ろにオブジェクトがあると発動しないんで、そこ気をつけましょう。なんかね、壁に座れるんだよ。だからね、そこマジで気をつけた方がいいですね。僕はよくやっちゃうんですけど、あの、全然チャージアルファ出ねえと思ったら、後ろのオブジェクトに引っかかってね、打ててないだけです。さあ、これマウントレディ室内入ってる？ベータ。これは当たるね。ダウンしっかり持っていって、スイちゃんが突っ込んできて、チャージアルファ、あー出ない、ほらこれ出ないんですよ。もうこれでも出ないからね、マジ気をつけなきゃ。さあマウントしっかり核入れて、これは回復しちゃいましょう。一旦体力回復していく。さあベータがあと2枚で9になる。さあこれでベータが9になりましたね。だいぶやばいぞ、こっからここは当たりそうだね。しっかりベータ打ってダメージ与えてきて、ガンマ使って据えたベータ、3枚に対してとんでもないダメージ、450ダメージ稼いでるね今のでね、やばいね。チャージアルファ打ってセメントスの壁を一発で壊してる。チャージアルファはね、セメントスの壁とかケンドーちゃんの壁とかね、一発で壊れるんでね、そういう場面で使うのも結構ありですよね。敵の支柱を壊してポジションを崩すかなりがいいですね。これはベータ当たりますね、もちろん。体力かなり引いちゃうんだよな。こちらベータ、これも当たりますね。300与えたから残り50ぐらいかな、体力と思ったんですが、全体回復は入った可能性がありますね。ただこれはウェポニングダビンも逃げることはできません。はい、このベータね、まあ範囲ばかげてるんで普通に当たります。で、炎症ダメージ、上にある炎症ダメージをなぜかここで食らう、とんでもねえな、ダビのガンマ。さあシールド飲んでいって、中いるね。さあしっかり壁越しにダウンを持っていく。うざすぎるわ、これマジで。うざすぎだろ、このベータ。さあ残りの体力もしっかり回復していきましょう。体力回復完了。さあこれでもう前線復帰することができますね。ヤオモモが大砲撃ってきている。これヤオモモの上ポジ側取れればでかいね。ちょっと取りに行こっか。一旦。ヤオモもね、上に対して何もできないから、基本上取ったらもう勝てるみたいなところありますよね。さあ、上取りました。アルファ打って、アルファ打って、ヤオモも削っていく。だいぶ削ったんじゃないこれ。かなり削れてるよ。チャージアルファ。イーダに当たっていく。で、もう一回イーダ突っ込んでいくが、チャージアルファ。オッケー。直線上の動きはね、チャージアルファのマットなんでね。で、残りイーダが瀕死なので、このベータをしっかりイーダに当てていく。で、ガンマでコンプレス弾いてあげて、イーダに対してチャージアルファでイーダ隠れていきましょう。オッケー。しっかり確認できたかな。でヤオモモに対してこれはアルファでダメとで勝っていって、ベータは1個外すけど、もうだいぶ瀕死ですねこれは。でもう1回ベータ、 OK、 150ダメージ、この範囲でも当たるかな。さあ最後ヤオモモしっかりこれ核入れていきましょう。核入れて1
回ガンマでするか全員で、これ確定です。ガンマで吸った方がね、ワンチャン入るかもしんないね。得意としたらコンプレスかな。コンプレス以外もいけない。さあ最後アルファコンプレスにしかやって、空中のコンプレスに対してアルファを打ちまくって、オッケー、コンプレスは散っていった。残り1枚かな。飯田が生き残ってますね。でもベータはこれしっかり当てていく。さあ掲げた範囲、オッケー、最後の飯田も仕留め切って、この試合 GG ですね。いや、オールフォーワンのベータ強くね、めっちゃ強くね。やっぱ強いんだよ、意外とね。アルファが上がれば強いね。まあ、ベータを最初に上げるのは正直なしだとは思う。ただ、こう、アルファ上がった後にベータ上げるのはタクとしてありかもしんない、今。というわけで、最後まで動画ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。